お体の具合はいかがでしょう。うん、主の治療のおかげで前よりも良さそうだ。バルガスとイメルダは退却の折に倒れましてございます。目下レオン率いる青龍騎士団が城門を死守しております。そうか、世の力が不足していたせいで皆に迷惑をかけた。エグベルトよ、世の器とはこれほど小さなものだったのか。エガ、それは恐れながら申し上げます。何用か。レオン様が、城門が破られました。ついに追い詰めたぞ、ベルンハルト。これでレイガルド帝国も終わりよ。待っていやがれ、すぐにてめえの首を取ってやる。相変わらず威勢のいい連中だ。無駄口など叩かず向かってくるがよい。今でこそエグベルトと共に帝国を築き、皇帝などと呼ばれているが、世とて元は大陸に名を馳せた傭兵だ。そこいらの何もできぬ王や貴族とは違うぞ。さあ来い、世の力を見せてやろう。威勢がいいのは貴様の方だ。その声は落ちたものだな、皇帝よ。ボーゼル、ボーゼル、下がっていろ。奴は俺が倒す。そうだぜ、傭兵の立場から言うけどよ、王様ってのは前線に出ねえで城で構えてもらった方が安心して戦えるってもんだぜ。そうか、私としても楽ができればそれに越したことはない。人間同士で殺し合うのも一興というものだな。ここは貴様たちに任せるとしよう。私はベルゼリアで待つ。頑張ってくれたまえ。さあ覚悟しろ、ベルンハルト。お前の最後だ。我が命に従いその姿を現せ。行くぞ、迎撃だ。焦ることはない。この城の作りを生かして戦えばよいのだ。伊達にツインキャッスルを居城に選んだわけではないのだ。はっ、了解しました。
他の者に力を。我が敵を撃て！我が敵を撃て！天空をめぐる星々。我が敵を撃て！我が敵を撃て！守る盾となれ。俺は
我が敵を撃て。するでない。世に付き合って主まで命を危険にさらす必要もない。何を言われます陛下。私は帝国に、いや陛下に夢を託したのです。最後の忠義感謝するぞ。行くぞ、エルヴィン。レオン、もうやめろ。これ以上俺たちに歯向かっても意味がないぞ。言ったはずだ。この戦いには人類全ての希望がかかっている。貴様らに負けるわけにはいかぬのだ。レオン、まだ戦う気なのか。これ以上戦っても無駄だとわからないのか。言ったはずだ。私は最後まで戦うと。我が敵を撃て。傷を癒したまえ。
強すぎる。帝国万歳、帝王ベルーハルト万歳。この地へ、陛下をお守り。続いて竜巻となれば。命に従いその姿を現せ。くれたことに礼を言うぞ。何を申されます。陛下の夢は我々の夢ではありませぬか。私が陛下に天下を取らせようとなど思わなければ。言うなエグベルト。その誘いに乗ったのは世だ。世の意志でお主と共に天下を取る道を選んだ。誰の責任でもないぞ。陛下、最後の頼み、いや命令がある。世の仇を討とうなどとは思うなよ。今まで世話になったな。礼を言うぞ。エルイギョ、世の夢を打ち砕いたお前ならできるだろう。せめてこの世から争いを消してくれ。頼む。安心しろベルンハルト。間もなく争いは消えるだろう。この世界は俺が治める。弱い人間を滑るのは強い力を持つ者だけだ。俺にはその力がある。地獄で見ているといい。さあ、あとは光の末裔たちよ。あの連中さえ倒せば、私たちに敵はなくなるわ。
ボーゼル様の望んだ世界がもうすぐ実現するのね。よし、最後の戦いだ。気合を入れていくぞ。俺の選択は間違っていない。この力、早く試してみたいわ。建造されていたのであろうか。その砦は海の中に掘った。